岡山県バス協会は、岡山市に対し、新型コロナの影響で中断しているバス路線再編などに関する協議を再開するよう申し入れました。岡山県バス協会加盟のバス事業者7社の代表が岡山市役所を訪れました。この中でバス協会側は、社会・業界情勢の変化を見て協議の再開と、市民にとって何が大切かを考えたより広範囲な議論をするよう要望しました。岡山市は2018年からバス路線の再編や利便性向上などを話し合うため協議会を設け会議を重ねてきましたが、バス事業者が新型コロナの影響が大きい中、協議は不可能として中断しています。運賃をどうしていくのか、それからいろいろな路線をどうしていくか、この中で情勢の変化が大きく出てきましたので、それは前提として言いながらも、もっと幅広の議論というのをできればしていきたい。我々としてもですね、とにかく市民の足を守る、持続可能なシステムにしていく、これは非常に重要なことだと思っております。この再開の申し入れ、我々として受けて本格的な議論をしたいと。岡山市では今回の要望を受け、会議のスケジュールも含め改めて公共交通の在り方を検討していきたいとしています。